こなみと石上静香のぐいぐい来るラジオ。皆さんこんばんは。テレビアニメ事情を知らない転校生がぐいぐい来る、西村あかね役の小原好美です。皆さんこんばんは。同じく高田太陽役の石上静香です。はい、この番組は4月9日より放送開始となるテレビアニメ事情を知らない転校生がぐいぐい来るの魅力と、情報をお届けするラジオ番組です。わー、やったー、第1回目です。ラジオですよ。まあ、2人で番組を以前やったことありますかって台本にあるんですけど、うんうん、ありますね。そうですね、その時は私がグイグイ言ってたんで、じゃあ今回はココちゃんにグイグイ来てもらおうかな。やめろよ。あとアニメではね、アニメでは私の高田くんがグイグイ言ってるから、ラジオではちょっとねココちゃんがグイグイ来てほしいな。もう最初に言っときゃいいと思いやがって。じゃあ、はい、そっか、グイグイ来るラジオってことは、なんかズッチがグイグイ来ると思ったけど違うんだね、私がグイグイ行かなきゃいけないんだね。でも普段どちらかというとココちゃんの方がグイグイ来てるけどね。え、そうですけれども。あとはね、リスナーさんがグイグイ来るかもしれない。あ、確かに、そっちのパターンもあるかもしれないからね。確かに、はい、そこら辺も楽しみにしていきたいと思います。ということで、はい、今回は初回放送、しかもアニメ放送開始直前ということで、うん、アニメのあらすじだったり私たちの演じてるキャラクターだったりをグイグイ紹介していきたいと思います、うん、はい、では始めていきましょう。小原好美と石上静香のグイグイ来るラジオスタートです。石上静香のグイグイ来るラジオ。改めまして、小原好美です。石上静香です。早速グイグイ進めていきます。まずは事情を知らない転校生がグイグイ来るについて、まだ知らない事情、あ、まだ事情を知らないリスナーさんのためにご説明いたしましょう。はい、事情を知らない転校生がグイグイ来るは月刊ガンガンジョーカーにて2018年より連載をされている作品で、ツイッターでもね話題になっており、これまでの累計ページビュー数はなんと2億以上に上ります。2億、すごいね。もう何でもできるよ、2億あったら。どういうこと、違う違う、どういうことやね。はい、原作コミックは、うん、現在第14巻まで発売中です。そしてこのね、4月からいよいよテレビアニメが放送されます。待望のね、はい、アニメです。私はね、そのアニメになる前からその事情を知らない転校生がグイグイ来る知ってたんで、うん、アニメ化のお話を聞いて、ああなるんだっていろいろ知ってて、うん、まあ、そこでねオーディションを受けさせていただいたりね、いろいろ、まあその後話はちょっとねおいおいやると思うんですけども、うんうんうん、まあね、本当に素晴らしい作品なんですよ。熱い思いがありそうですね。尊いんですよ。14巻ね、ぜひ1巻読んだ後14巻読んでください。もう西村さんの成長が、成長がすごい。本当にすごいですから。ちゃんと続き読んでね。はい。ということで、じゃあね、あの作品のあらすじもご紹介していきたいと思います。はい。はい、転校生の高田くんは知らない。クラスメートの西村さんがなぜかクラスのみんなから死神と呼ばれていること。死神なんてかっこいいあだ名なんだ。からかわれている女の子、クスクス笑うクラスメート、転校生の高田くんはそんなクラスの事情は知らない。無知で素直は最強だ。だからまっすぐ彼女に届く。そんな小学校の教室から始まる物語は、誰もがあの頃を思い出し心にまっすぐ届いてくる、という、そんなアニメになっております。はい、というね。いや、高田くんすごいんだよね。高田くんもすごいけど、まあでもね、西村さんと高田くんの関係がね、やっぱりこの作品は一番尊いですから、バランスがいいよね、二人のね、うん、あとはどうでしょう、あの、まあ原作と、うん、まあ、もちろんさっきね原作知ってたっていうことなんだけど、うん、あと台本を読んだ時のこうアニメとしてのこの作品の印象、うん、とかどうでした？ココちゃんはどうでした？私はね、うん、なんだろうな、オーディションで初めて作品を知った？そうです、うん、
なので、ただ正直言うとその茜ちゃんの役を受けていなかったんですよ。あのインタビューとか取材でもお話してるんですけど、私読んだ時の印象でなんかこう自分が茜ちゃんっていう風に思わなかったから、クラスメートになるような感覚があったの。だから自分が選ばれた時びっくりしたし、でもやっぱりさ、あの原作のなんだろう、本当二人ってかもうクラスメート、もう出てる人みんなピュアなんだよね。そうだね、小学生だしね。そう、太陽くんのお姉ちゃんもピュア、お母さんもあれはちょっとあれはピュアなのか、お母さんもピュア、お母さんはピュア、もう私じゃない、あかねちゃんのお父さんもピュア。お父さん素敵だね。そう、出てる人みんなピュアピュアだから、なんかその時、そのなんか眩しさみたいなのを最初にダイレクトに感じた。そっからなんか高田くんのそのグイグイ加減についていろいろ思うところはあった。なんでだよ。それ私が演じたからだろ。ええ。じゃあね、あの演じてるキャラクターについてちょっと説明していきたいなと思います。はい、お願いします。はい、まずは私が演じているのは西村茜ちゃんということで、引っ込み思案で少し後ろ向きな性格の小学5年生の女の子です。クラスのみんなから死神と呼ばれからかわれております。そんな事情も知らずにグイグイ来る高田くんにハラハラドキドキしているという女の子です。聞いた？ドキドキしてるんだって。だって嬉しいな、ドキドキさせられて。まあ、2人から見てどんなキャラクターってことですけど、まあ久しぶりにこんななんかピュアで、なんかふざけずに、結構やっぱおふざけなキャラクターやってきてるから、昨今多かったもんね。そう、多いんですよ。そう、なんか普通に素直にそれを受け止めてなんかドギマギするとかっていう、あのこう演じるのは久々だったから、だからなんかデビュー当時を思い出した。おー、初心じゃないけど、あ、そう、初心っていうか、私もピュアだったわ。今もピュアだよ、大丈夫だよ、自信持ってって思ったな。で、なんだろう、でも実際高田くんみたいな子はいなかったから、こんなえあみたいなことはなかったけど、どちらかというとココちゃんすごい高田くんに近いからね。あそこまでグイグイじゃないけどちょいグイ来るじゃん。まあ自分から挨拶したりするような子だからね。いや尊敬しますよ。いやいやいや、そこらへん。そんな風に私はどちらかというと素は西村さんっぽい考え方だから、共感は西村さんの方にできるもん。あ、確かに。でも演技になると西村さんできない。なんでだろうな、素は西村さんに近いんだけどなって感じですけども、はい、まあそんなズッチが演じているのは、はい、高田太陽くんってことで。そうなんです。西村さんのね、西村さんにグイグイ行く転校生高田太陽くん、西村さんの通う小学校に転校してきた素直で元気な男の子、ちょっぴり中二病的なセンスを持ち死神と呼ばれている西村さんと仲良くなりたい、そんな男の子でございます。もうさ、ポジティブだよね。ものすごいポジティブ。このポジティブ欲しいわって思った。素晴らしいよ、ね、ネガティブな要素一切ないもんね。だからなんかさ、高田くんをさ、みんなでなんかそういう逆の方向にとかネガティブな方向にしようとしてくる子もちょこちょこ出てくるじゃん、そうだね。だけどそれを受けて毎回高田くんが、そうか、そういうことか、西村さんよかったねみたいな感じでくる。あれ西村さんがからかわれてるのを無意識に守ってるわけじゃないけど、間にずいっと入って、でからかってるのを全部ポジティブに変換して西村さんに伝えるっていう。そう。で演じてみてどうですか？そうですね、私はさっきも言ったけど、その原作もともとツイッターでね、神村先生のツイッターで密かにもうずっと最初から見てた側だったんで、ずっと言ってたね。そうなんです、ツイッターやってないんですけどツイッター見てるんですけど、それでもアニメになるんだってなった時に、いや、やっぱ大好きな作品だったし、自分は最近男の子演じる機会も多かったから、まあ、高田くん振っていただいた時に、わ、高田くん自分の素の性格とは違うけど演じる分にはすごい私の声合ってたらいいなって思いながらオーディション受けさせていただいてた時に、そのやっぱテープオーディションの段階でもやっぱすごい高田くんのセリフってすごいグイグイ言ってたから、一番
こうオーディション受けた中でグイグイ来た人が一番勝つなと思ったの。高田くんを選ばれるにあたって一番もこいつグイグイ来てんなって思った人が選ばれるんだろうなと思ったからめちゃめちゃグイグイやった。ちょっとさ同じ事務所だからさ今度別件事務所行ったらテープ音源聞かせてもらおうかな。これ違うんですよ実はね自宅で撮ってるんでこのテープは。あでも言えば多分やめてやめて恥ずかしいから本編で聞いて本編で。そっか、まあ、それで、まあ、多分一番グイグイ来てたのか分かんないけどそれで選んでいただけたからやったと思って。まあでもそうだね高田くん演じる上でちょっとでもこう引いちゃったら、うん、高田くんとして成立しなくなってきちゃうよね。そうただそのグイグイさもやっぱうるせえってなったらまたちょっと違うじゃん。押し付けがましくなったら違うから、うん、そこら辺はちょっと自分の中では塩梅としてグイグイ言ってるけど女の子に嫌われないぐらいの言い方にしてました、うん、そうねだからあかねちゃんはあのおとなしくて、うん、で太陽くんはすごく元気でグイグイぐいぐい来るっていう感じなんだけど、うん、まあこれからオンエアがね始まるってことなんだけどまたそこもそうおとなしくやればいいか、うん、元気なままやればいいかって言ったらそうじゃないんだよね。そうなんだよね。ちょっと絶妙なところをこう縫ってお互い掛け合いをした、うん、してたりとか、うん、その子になっているからそこら辺もなんか注目していただけたら嬉しいなって思いますね、うん、はい、はい、ありがとうございます。そんな事情を知らない転校生がグイグイ来るは2023年4月9日日曜日22時から東京 MX を皮切りに読売テレビ、テレビ愛知、BS 富士、アニマックスで順次放送開始となりますのでぜひご覧ください。はい。そしてアベマでは明日4月2日日曜日の22時より先行配信されますのでぜひねそちらもチェックをよろしくお願いします。お願いします。ということで、ま、放送前ではあるんですけれどもたくさんお便りいただきましたので読んでいきたいと思います。ありがとうございます。はい、ラジオネーム、村雲さんからいただきました。ありがとうございます。石上さん、小原さん、こんばんは。こんばんは。この度は事情を知らない転校生がグイグイ来るテレビアニメ化おめでとうございます。ありがとうございます。そしてお二人のコンビでのラジオをまた聞くことができて、とても嬉しいです。ありがとうございます。はい、お二人が演じる高田くんと西村さんを見て、ニヤニヤしたりほっこりしたり時にはちょっぴり泣けてくるであろうことを今から妄想しつつ、うん、放送開始を楽しみにしております、ラジオでもより仲良くなった2人の息の合ったやり取りを聞けるかと思うとワクワクして仕方ありません、うん、これから楽しい作品そしてラジオを期待しております。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。いやツイッターの方でもさ発表されている、うん、多分最新 PV、うん、私あれ見た時にさ、うん、そこまで見せていいんだって思ってたの。あ結構さ真に迫るところまでね、うんうんうん、見てたから、うん、あれはねぜひあの回はハンカチを用意して見ていただきたい。そうだね、うん、なぜ明るいだけじゃない。そう。あ、そうだね、うん。ちょっと感動する回もいっぱいあるからね。そうなんです。はい。でも基本イチャイチャしてます。どうでしょうか。はい。続いてどうしようか。ラジオネームじゃなくてグイグイネームみたいな感じにする？あ、いいね。じゃあグイグイネームにします。グイグイネーム。グイグイネームバイクのりさんからいただきました。ありがとう。ココちゃんずっちごきげんよう。ごきげんよう。グイグイ来るラジオ開始おめでとうございます。ありがとう。早速質問があるのですが、うん、この番組の略称はグイラジで良いんでしょうか。というかそもそも事情を知らない転校生がグイグイ来るの略称は何が正解なのでしょうか。アニメの公式アカウントの推奨ハッシュタグはシャープ転校生がグイグイ来るで原作者の川村先生は推奨タグの他には事情を知らない転校生や転校生もありますが略さない方が多いですということでありがとうございました。ありがとうございます。そうですねラジオはまあせっかく送ってきてくれたしグイラジうん採用しますか。おめでとうございますグイラジです。はい、ちなみにアニメのハッシュタグの推奨はまあね公式でも出てますけども転校生がグイグイ来るでお願いします。はいよろしくお願いします。はい、ちょっと長いんですけどねぜひこちら打っていただければと思います、うんうん、ぜひぜひ。まあま、こっちの番組の方はグイラジってことなので、うん、今後ねあの放送の時にそれでつぶやいてくださる方、うん、そうだねラジオはグイラジで、はい、よろしくお願いします。じゃあ続けてグイグイネームカツオ兄ちゃんです。ありがとうございます。ココちゃんずっちこんにちは。こんにちは。
放送に先駆けて西村さんと高田くんの周りを取り巻く、キャラクターたち、そんなキャラクターを演じるキャストさんが続々と発表されておりますね、西村さんと高田くんはもちろん、その周りを取り巻くキャラクターたちも好きなキャラクターたちばかりなので、今からアニメで動き喋る姿を見ることができるのがとても楽しみです、一癖も二癖もあるキャラクターたちばかりとなっていますが、ココちゃんとズッチは西村さんと高田くん以外で好きなキャラクターやアニメを見る上で注目してほしいキャラクターっていたりしますか？はあ、なるほどね。いや、みんな好きだからな、悩むな。ココちゃんでもあの子なんじゃないの？役名じゃなくてタンクトップか。日野くんね。日野くん、はい、あの日野くんはぜひ見ていた。川西さんがね、素敵に演じてくださってます、はい、あの なんでしょう、あの日野くん役の川西さんと私は基本収録するとき同じお部屋が多かったんですよ。ずるい。ほぼほぼ9割そうだったんです。ずるいずるい。あの静香と一回も部屋一緒になってない。静香って言うな。そう、だからあの茜ちゃんと日野くんが掛け合いするとかっていう場合、一緒にマイク前に並ぶわけじゃん、もう視界にそのカニさんがいるだけで笑っちゃうの。もう面白いアドリブをたくさん入れてくださっているから、それはねアニメを見ていただいて確認っていうかチェックしていただけたら嬉しいなと。カニさん、いつかこのラジオにゲストに来たら私は文句を言いたい。ずるいもん、ずるいずるい、あんな自由にやれて。来たらね、もうほんと面白いから来たら絶対文句言ってやろう。見てほしい。ズッチは、いや悩むな、悩むけど西村さんと高田くんを差し置いてだったら私は笠原さんかな。あ、王道に可愛い、大好きです。うん、ポニーテールのねちょっとツンツンした女の子なんですけども、最初はねちょっとねみんなとクラスメートと一緒でそう西村さんのことをからかったりしてる一員なんですけど、だんだん彼女もねワンクールを通してすごい変化していく女の子で、いや別作品、この事情を知らない転校生じゃない作品だったら本当ヒロインを張れるぐらい可愛い子なんで、そうだね、うん、そこら辺もねぜひ注目して見ていただければと思います。てかこの作品に出てくるキャラクターはみんなあれだね、あのフォーカスを当てればどの子も主人公になりそうだね。うん、本当にいい子だしね、可愛いし、あとはあの茜ちゃんのお父さんもぜひ、お家にいる時茜ちゃんのテンションがちょっと違ったりするんでね、お父さんのお話大好きだわ、はい、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらと思います、はい、ということでお便りありがとうございました、引き続き番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしております。私たちに聞いてみたいことやアニメを見ての感想などもぜひぜひお願いいたします。宛先はメールの場合はすべて小文字でぐいぐいアットマーク joqr.net まで送ってください。ぐいぐいの綴りは GUIGUI です。たくさんのお便りお待ちしてます。小原好美と石上静香のグイグイ来るラジオ、続いてお届けするのはこちら、小学生あるある。タイトル通り誰しも経験した小学生あるあるを紹介していくコーナーです。楽しそう。いっぱい届いています。おー、ちなみに今思いつくあるあるありますか？あ、はい、誰、教科書の偉人にの顔に落書きするあるある。あー、見たことあります。ヒゲ生やしたりとかね。はいはい。学校の自分の机に穴が開いていたら修正液で埋めたくなるやつ。あー、やんないそれ。表面が乾いたらプクプクするからバイって遊ぶとブチッ。はぁ、全然やったことない。あともう一個。おい、何ですか？学校の給食を食べたことある人でソフト麺って出てきませんでしたか？あった。あれいっぺんに入れるとブッって漏れちゃうから、あの袋に包まれてる状態で定規でグッってやると綺麗に二つに分かる。うわ、やったことねえ。まあ、全然あるあるじゃなかった
かけて紹介して、いやね、視聴者の、ね、方にはね、いたかもしれない、あるある。ぜひ今、はい、ハッシュタグぬいラジであるよあるよってつぶやいてください。ない人はないって言ってください。じゃあ行きますよ、はい、紹介していきます。ぐいぐいネーム紫丸さんからいただきました。ありがとうございます。下校中にツツジの花の蜜を吸う。わー、あるある。めっちゃ、あれ、これはあるんだね。めちゃめちゃある。はい、ローカルネタかもしれませんが、小学校の下校中にツツジの花を見つけると蜜をよく吸っていました。ある。でも最近は吸わない方がいいとされているみたいですね。まあよくよく考えたらきっとバッチいいもんね。ツツジの花の蜜って甘いの？甘い甘い。私ツツジの花はないの。違う花はあるってこと？あのうちでね、うん、あの玄関のところにサルビアっていうお花を育ててたの。おで、それは本当にチュッて吸うと甘いの。へえ。いやでも大半の人はツツジ吸ったことあるんじゃないですか。スタッフさんあります？あ、ほらみんなうなずいてる。え、ありますか？え、サルビアは吸ったことあります？ちょっと待って、なんで私共感足りないの？サルビアはほら特集だから、ツツジは結構いろんなとこに咲いてるから。あ、紫のね、そうそうそう、なんかファーがついたあのサルビアも蜜が出るよ、うんうん、へえ。もう次行ってください。次行きましょう。はい、では続いてグイグイネームコンドルになりたいコンコルドさんからいただきました。ありがとうございます。下校の際小石を蹴りながら家に帰る。ああ、ある。あるね、うん、男子限定だとは思いますが。え、嘘でしょ。肛門付近で見つけた小石をボール代わりに蹴って蹴って蹴り続けて前へ進む。石が変な方向へ行っても、蹴り具合を変えて元の経路へ、うん、夢中になって蹴るんですが、友達に話しかけられると小石を忘れてそのまま帰宅、うん、結局家まで小石を蹴って帰れたこと一度もないんですよね。うわ、ある。お二人は小石蹴ってました？蹴ってた。ココちゃんは？蹴るより拾って家で洗って、うん、あのお母さんと絵描いてた。へえ。ないんでしょうね。ないないないでしょうね。いるよ、一人ぐらいいるよ。いるいる、うん、そんなことをしてました。すごい。まあ、でも蹴ってたな。でも蹴ってたし、でも自宅まで蹴ったことは一度もない。確かに見てた。あ、見てた。やってないんでね。やってるかもしれない。はい、じゃあもう一ついいな、楽しいなこれ、うん、えぐいぐいネームイカ天のエクさんからいただきました。ありがとう。雪で休校になったらテンション上がって雪遊びする。はい、ありました。これは男女問わずある経験かと思います、うん、当初マンションに住んでいたので、雪が降るとマンションに住んでいる子どもたちは一斉に雪遊びもしました。しかし当時小学3年生の私はその中で一番がたいのいい男の子の雪玉を顔面にダイレクトで受け、鼻血が出てそのまま泣き崩れました。それ以降雪が2倍弱点となったのは別の話です。そんなもうギュッて密度すごい濃い雪玉だったんだね。かわいそうに。石入ってなければいいけどね。いるじゃん。やめたよ。ラジオよ。違う違う、男の子でね石入れて投げる人もいるじゃん。最低。やめようねって。やめようね。高田くんはそんなことしないよ。しないね、絶対しないね。西村さんにも投げないから。じゃあ続いてこちら、グイグイネーム、のぶちぃさんからいただきました。ありがとう。宿題を忘れて先生に報告するとき、やったけど家に忘れてきましたという見えすいた嘘をつく。あるわ。私これないわ。ない。いやでもあるんだろうね、うん、いやココちゃん逆にあるの？あるよ。やったことあるのこれ？あるよ。だって私夏休みの宿題とかだって最後の1週間ぐらいになってバタバタやり始める。だいたい自由研究とかのさ、はいはい、あの発表とかってさ、うん、その学校始まってすぐじゃないのよ、うんうん、1週間後とかなの、うんうんうん、だから自由研究はもう最後に回して。こすいことやってるぞ。大変だな。絵日記だね。あ、うん、え、絵日記も書いてないってこと？書いてなかった。だね、パソコン開けて当時のなんか1ヶ月前のなんか天気全部調べて、うん、まず天気の入力から。全然そんなイメージないや。え、でもやってるじゃん、宿題忘れてないじゃん。やってるじゃん、ちゃんと。間に合わなかったやつをそう言うってこと？そう。全然いい子じゃないよ。先生忘れたとか、家にあるんだとかって、家近いから終わったらじゃあ帰って持っといでって言ったから、ちょっと用あるから無理とか。先生にバレてるねそれは。そう、バレてる。
そんな感じの子でした、うん、はい、ということでこの2人が共感できることはあるのでしょうか。一応あったよ、あったでも確かにすれ違ってる方が多いか、うん、ね、うん、はい、引き続き皆さんからの小学生あるあるお待ちしております。小原好美と石上静香のグイグイ来るラジオ。ここでテレビアニメ事情を知らない転校生がグイグイ来るからのお知らせです。まずは放送情報です。アニメは東京 MX にて4月9日より毎週日曜22時から、読売テレビにて4月10日より毎週月曜25時59分から、テレビ愛知にて4月10日より毎週月曜26時5分から、 BS 富士にて4月11日より毎週火曜24時から、アニマックスにて4月15日より毎週土曜23時から、いよいよ第1話が放送開始です。またアベマではテレビアニメの放送に先駆けて明日4月2日より毎週日曜22時より先行配信されます。その他各種配信サイトでも順次配信しますので、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。続いて音楽情報です。オープニングテーマは近藤玲奈さんのアルコルとポラリス、エンディングテーマはキトリさんの心根です。ぜひお楽しみに。続いて原作情報です。事情を知らない転校生がグイグイ来るは月刊ガンガンジョーカーにて好評連載中です。さらにコミックスは最新14巻が好評発売中です。ぜひチェックしてみてください。そして明日4月2日21時からアベマにて配信カウントダウン特番の生配信も決定です。私たち2人が作品の魅力を余すことなくお伝えしますので、ぜひご覧ください。はい、ご覧ください。以上、事情を知らない転校生がグイグイ来るからのお知らせでした。小原好美と石上静香のグイグイ来るラジオ、お送りしてきました小原好美と石上静香のグイグイ来るラジオ、そろそろお別れの時間になってしまいました。早いね、うん、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。私たちに聞いてみたいことやコーナー宛てのメッセージはもちろん、テレビアニメ事情を知らない転校生がグイグイ来るを見た感想などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002文化放送小原好美と石上静香のグイグイ来るラジオまで。メールの場合はすべて小文字でグイグイアットマーク joqr.net まで送ってきてください。グイグイの綴りは GUIGUI です。またこの番組はアニメ公式 YouTube チャンネルにてアーカイブ配信を予定しています。聞き逃してしまったり、もう一度聞きたいという方はぜひチェックしてください。はい、ということで今回の放送をお送りしてきましたが、第1回目うるういしくなると思っておりました、うん、全然なりませんでした。そんなことないよ、うるういしいよ、嘘くさいでもなんかあれだね、うん、なんか小学生がこう舞台になってるっていうか、うん、の作品だからなんか懐かしいなって思えるようなコーナーとかもあって盛り上がりそうだね、うん、ね、これからコーナーもねきっといろいろまた増えたり、うん、もしなんかこのコーナーやってほしいとかね提案があったらね、ぜひメールとかハガキでも送ってもらえれば採用されるかもしれないので、ぜひぜひ、うん、え、ずっちが今まであったあるあるネタ思いついた？なんかある？あるあるネタ？うん、小学生の、うん、改めて聞きたい、最後ぐらい共感したい、何か。はいはい、どうぞ。帰り道、うん、白線しか歩いちゃいけない謎のゲーム、やった！共感できたところでお別れの時間ですこのお時間のお相手はテレビアニメ事情を知らない転校生がグイグイ来る西村茜役の小原好美と高田太陽役の石上静香でした。バイバーイ。